相葉札幌中央は、北海道札幌市中央区にある、北海道競馬の場外勝ち馬投票券、発売所である。本項目では併設している、競輪場外車券売り場のサテライト札幌、及び2013年より開設している J プレイス、札幌中央についても記述する。1952年、南四条西三丁目に所在した、小畜座地下広場に、 札幌場外車煙場としてオープンした。当初は札幌競輪場と函館競輪場の共同管理であったが、後に本場での発売を優先する政策が取られたため、函館の単独管理による専用場外施設となる。その後移転を繰り返したが1958年9月21日より、現在地に設置され、1999年8月に、 札幌サイクルセンターの愛称が付けられた後、2008年4月16日より、函館以外の発売機会を増やすため、専用場外から発展する形で、サテライト札幌としてリニューアルされた。2009年6月9日より、相場札幌中央が開設され、相場札幌駅前とともに、北海道競馬としては、長年の念願であった札幌、 すすきの地区での場外発売が実現した。競馬における過去の経緯は当該施設を参照。1階はサテライト札幌、2階は相場札幌中央とサテライト札幌の併村であったが、2013年2月8日より2階の全フロアが相場札幌中央となった。なお、2階にある有料指定席は従来競輪利用者専用であったが、 同日より、競馬利用者も入場が可能になった。2013年3月23日より2回発売所において、J プレイス、札幌中央の故障で、日本中央競馬会の場外発売を開始した。2階への出入りは、屋外の階段を利用する。指定の喫煙所を除き、施設内は、全面禁煙。全レース100円単位。発売、他地場外発売のみ。 発売なし管理志向者は、函館市。函館競輪場の場外発売を中心に、函館の非開催日も含め全国の特別競輪や、記念競輪、一部の F1 ファイやナイター開催などを、最大1日に場発売している。北海道競馬番 A 競馬や他地区の、広域場外発売時は、各主催者が発売している駆け式に準じて、すべての駆け式を発売する。 中央競馬の全開催日に、各馬第9競争から第12競争を発売。ありがとうございます。